はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第293回でございます。今回はね、君のためにを振りかざす人が僕は嫌いだというテーマで喋っていきます。でね、ふわふわ浮いてるやつ今回ないんでね、この本題だけになるんですけど、撮影してる時間がね、夜の1時を過ぎておりまして、はい、ちょっと眠いですね眠いんですけど、ちょっとどうしても話したくってこれを話していきます。で、昨日かな、ツイッターの方でね、ちょっと似たようなツイートをしたんですけど、みんなの周りにお前のために言ってんだよとかさ、君のために言ってあげてるんだよみたいなことを言う人って、まあみんなの周りにというか、今までの人生でまあ一人ぐらい出会ったことがあるんじゃないかなと思います。結構親御さんにも多いよね。お父さんお母さんでこれ言う人も多かったりとか、あと学校の先生、塾の先生、まあみんなからすると大人ですね。みんなが多分大人というカテゴリーに入れる人に、いるんじゃないかと。友達とかあんまいないかもしれないね。どうだろうね。で、私はね嫌いなんですよ、それを。はい。角の立つ言い方してるとね、全員じゃないんだわ。誤解を招くとかしんないけど、全員ではない。君のためにと言ってくれていて、本当に自分のことを思って言ってくださってる方はいるんだけど、ツイートではね、その君のためにっていうのを言う人の、まあ、半分ぐらいが、まあ、実はそうじゃないよねみたいな、上っ面しか見てないんじゃないのみたいなことを思ってツイートしたんだけど、あ、実は君のためにっていうのを口に出してくる人の自分9割方基本的に信じないので、その人のことを、はい。で、なんでかっていうとね、まあ、ちょっと生意気に聞こえるかもしれないですけど、例えば誰かが何かをアドバイスしてくださると、ね、それを、いや、お前のために言ってんだよみたいなに言う人はいるんですが、その自分のために言ってくれてるかどうかは、あなたが君のためにと言わなくてもこっちで感じますからっていうふうに思ってるの。いや、あなたがわざわざ口に出さなくてもいいですよと、こっちで感じたらそれが答えじゃんって思ってて、だからわざわざそれを公言しなくても、本当に自分のことを思って言ってくれてるアドバイスであれば、そう感じると思うんだよね。で、例えばみんなにとって、特に中高生、思春期の時の、まあ、お父さんお母さんのアドバイスって全部がうるさく聞こえる時ってあると思うの。反抗期だったりするとね、うっせえなって思うかもしれないと。でもそれがね、その瞬間うっせえなってなったとしても、時間が経った時に、あん時言われた言葉は、あ、自分のことを思って言ってくれてたんだって後から感じることもあるわけよ。で、やっぱりそういう時の言葉って、お前のために言ってんだよっていうタイプの言葉じゃないと思うんだよね。全部が全部じゃない、もちろんね、全部が全部ではないんだけど、と思っていて。で、なんで今回この話をしてるかっていうと、結構ね、自分のところに届く相談とかで、まあなんだろうな、まあ、いろんな人にいろいろ言われると、ワイワイ言われると。で、その一部の中には、この君のためにっていう言葉をもちろん使ってらっしゃる方もいたし、そういうふうに言われましたと。で、それは書いてないけど、ニュアンス的にそれを含んでるものもあるじゃん、お前のためにみたいなね。で、結構さ、まあ、思春期で反抗期だったりしても、やっぱり、中高生繊細だしさ、あとはどんなに親に反抗していても、どこかで申し訳なさを持ってる子ってすごく多いのね。自分が塾講師やってる時に、まあ、割とちょっとやんちゃな子とか担当で持ってたんだけどさ、言うんだわ、お母さんの前とか、うっせえなババアとか言うんだけど、だけどその自分の授業で、お母さんがいないとこでは、自分と二人っきりだったりとかする時に話聞くと、悪いと思ってんだよみたいな、実はすげえ気にしてるんでね、親のことを、みたいな子ってめちゃくちゃ多くって、だからその、まあ、親とかにね、そういう発言、君のため、お前のために言ってんだよみたいな言われた時に、ぐさっと刺さったものが実はすごい気にしてたりすることがあるのよ。そうだけど、ぜひ、まあ、俺の感覚だし、ちょっと押し付けにはなってしまうんだけど、覚えておいてほしいのがね、その今みんなだったら親だったりとか、身近な、まあ、先生とか分かんないけど、これからその社会に出て行った時とかには、まあ、例えば会社の上司とかさ、先輩とか、まあ、でもそういうのもあるわけよ、そういうこと言ってくる人が。で、その時にその強めのアドバイスになるじゃん、お前のためにみたいな時に。強めのアドバイスっていうのは、受け取る時と受け取らない時を
取捨選択、捨てるのかちゃんと拾うというか受け取るのかっていうのを判断していくっていうことを大事にしてほしいの。結構さ、女の子に多いんだけど、例えば押し売りとかに弱い子いるでしょ。押しに弱い子、あの恋愛とかもそうだと思うんだけど、押しに弱い子って強めのアドバイスを押されちゃうと受け取っちゃうんだよね、そのアドバイスを。え、待て待て待てと、で受け取っちゃって傷つくと、その受け取ったものが実はすごいもうトゲがあって、手に持った瞬間にもう手に刺さってる、血が出てるみたいなことになりうるんだよね。でも受け取る前に、これは受け取るべき言葉なのかな、受け取るべきアドバイスなのかなっていうのは、ぜひ自分の中で感覚的に持っていてほしいの。あのなんかすごいさ、その物理的に物を受け取るわけじゃないじゃん、言葉だから。ちょっと感覚的な話をしちゃって、ちょっとそこは申し訳ないんだけど、でもそうやって全てが全てを受け取んなきゃいけないわけじゃないんだって思っといて。みんなからしたら、まあ、大人っていうのがどういうふうに見えてるかは分からない、分からないけど、大人が全て正しいなんていうのは幻だよ。たまに大人でさ、もう大人だから俺が言ってることは全て正しいみたいな勘違いしてるアホいるんだけど、もうそんなことさらさらないからね。大人も間違うから、そう、それを自覚してる人はやっぱり強いんだけどね。でもっともっと成長しなきゃっていうふうになってる、成長欲がある人だから、そしてやっぱりそういう人から学ぶことってのは多いんだけど、ぜひ、まあ、みんなが特にこの受験生とかだとね、受験が近づいてくると、やっぱ周り、まあ、親にしても先生にしてもピリピリし始める、ピリピリし始めた時こそ強めのアドバイスが飛んできやすいんだよね。でみんなは受験が近づいてプレッシャーかかってて、こうナイーブになってる時、ナイーブになってる時にその強めのアドバイス受け取っちゃう、受け取んなきゃいいやつ受け取っちゃうと、さっき言った手のひらのトゲの血じゃ収まんないよ、全身に傷を負うよ、下手したら心にも傷を負ってしまう、大きなね。そうなってほしくないので、全てが全て正しいわけではないんだって、アドバイスにしてもちゃんと受け取るものとすぐ捨てるもの、いいんだよ、捨てるって大事だからね、いいかい、捨てることも大事、受け取ったふりをしてパッて捨てればいいの、ゴミ箱に。そういった観点をね、ちょっと大事にしてほしいなと思って今回ね喋らせていただきました。はい、ということで、1時半ですそろそろ私は出ますね。ということで、今回はハイチのダラダラジオで、君のためにを振りかざす人が僕は嫌いだというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただき本当にありがとうございました。でですね、今週ちょっと大阪の方に出張で仕事に行くんですけど、あの呼び乗りのたくみくんもちょっと一緒なんですよ。で多分あのホテルの Wi-Fi が強ければっていう条件が入るんですけど、どっちか多分たくみくんのチャンネルになると思うんだけど、どっちかのチャンネルでね、あの生放送YouTube ライブやると思う、2人で一緒にやると思うんでね、よかったら参加してください。まあ Twitter の方で情報流しますんで、ぜひぜひ遊びに来てもらえたらと思います。ではみんなもね、夜更かしせずに俺が言えたことじゃないんだけど、夜更かしせずに体調管理気をつけてね。だいぶぐっと寒くなってきたからね、風邪ひかないように、あの 体が一番、体が資本です。そこ大事にして、受験だったりとかテスト勉強頑張っていってください。では今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です、ありがとうございました。